ミニロト結果発表でございます。初めてのミニロトなので正直もうどうなってるかマジで分かんない。でもパターンがあったなと、パターンがあるので、そして当選数字はこちら。どうもどうもこんばんは、奥チャンネルだー。今回なんですけどもミニロト結果発表でございます。ではい、今回ですね、初めてのミニロトなので正直もうどうなってるかマジで分かんない、自信もないよ。はい、でもですね、一応まあ今までロト6とかね、いろいろやってきた中でまあ自分なりの予想っていうのは立っているので、そこをちょっと生きてきたらすごい嬉しい。じゃあ早速ですね、結果発表やっていきたいと思います。企画戦金。はい、じゃあ結果発表の前になんですけども、一応番号ですね、前回、こちらの中から選ぶよということで、させていただいてはいるんですが、ちょっとマス別に見ていきたいなというところがありましてですね、こちらですね、見ていただいたらちょっと手書きで申し訳ないんですけども、ちょっとね、見ていくと、要はパターンがあったなと。パターンがあるので、その話だけ先にさせてください。一応ミニロト、ロト6と違って、やっぱ数字の幅が狭いのと選択する枠がちっちゃいので、ちょっと癖があるなと思ったんですけど、もう如実なのが30番台がもうほんと5番枠でしか出てないっていうことですね。で意外と1、1桁枠ですね、1、2、3ぐらいまではいく、そう、これはある。で、10番台が意外とこの20個の中ではなかなかあんまり出ないというようなところではありますね。まあ、この辺のパターン解析もちょっと今後やっていきたいなと思っております。はい、じゃあ早速ですね、もういきますよ。僕が選んだ数字こちら、そして当選数字はこちら。むずいむずいよ。はい、じゃあ反省会なんですけども、やっぱりまあパターン解析は大事だなと思いました。今回は一応出ているのが、一桁数字が、1、2、3つまで出てる。で、飛んで、10番台飛んで、20番台が2つ来ている。という形ですね。で、まあちょっとそのパターンも考えてはいたんですが、今回ちょっとこのチョイスだったので、28と29だけ合っている。そしてバラバラに出ているということですね。で、ちょっと、これマジで思ったんですけど、むずいよね。これはこれでむずいよね。確率論だけじゃ通用しないなと思いました。はい。まあちょっとね、まだ今回は本当に初めての、ミニロトだったので、まあ今後ちょっとミニロトもね、いろいろやっていきたいなと思っております。まあちょっとね、まだまだ予想数字の、データも今回20口だったんで、すごいデータが小さかった。で、出ているものを見ていると、ちょっと、まあ今回、例えば一桁目の1番が2回出てたんですよね、今まで過去で。で、5番に関しては2回出てたりとかするので、まあ、ちょっと個数が意外と当てになるのかなっていうところもあります。はい、じゃあすいません、ちょっとこんな結果ではあるんですが、まあ新たな挑戦としてですね、ミニロトの方もやっていきたいなと思っておりますので、お前のこと応援してあげるという方はぜひいらっしゃいましたらチャンネル登録お願いします。そしてお前には、期待はしてると、いつかどれか何かで高額当選出すんじゃないかという期待を持った方いらっしゃいましたらグッドボタンお願いします。はい、じゃあ、今回ですね、ミニロトだったんですけども、まあちょっとね、いろいろ新しい挑戦とかもしていきたいので、まあ宝くじに関する、動画の方ですね、頑張っていきたいと思います。では、皆さんもご視聴ありがとうございます。